はい、おはようございます。しんのすけでございます。やってきました。関西とあるお店。120人並んでましたね。今、うっごいスピード出したあのバイク。120人並んでて、まあ、店員さんが渡してくれるあれなんですけど、じゃーん、42番ということで、番長3が56台ぐらいあるんで、絶対座れますね。いう感じなので、番長3行きたいと思います。で、今回の、どうぞどうぞ。撮ってください、撮ってください。今回のテーマでございますけれども、最近弾いてないのいっぱいあるよね、弾きたいよね、こちらをテーマにお届けしていきたいと思います。番長3のそのトリガーになりますね。出玉像のトリガーになりますもの、まず一つ絶頂対決、そして超番長ボーナス、あとは80番のループストックで裏モード、まあいろいろあるんですけれども、結構僕弾いてないんですね。とりわけ裏モードに関して言うと、もう3年ぐらい弾いてないです。あのタイトル画面がひっくり返れば裏モード確定なんでございますけれども、それをやっぱね常に意識はしてるんですけど、弾いてないんでそろそろ欲しいですね。であと先月の6月22日から1ヶ月以上絶頂対決鏡が出てきてないので、これもまたね弾きたいと。で最近やっぱ番長3だけ狙ってるおかげでですね、1ヶ月でそうですね10回ぐらいは打ててるんですけど、なのでボーナス回数でいうともう50回ぐらい引いてるんですが出てきてないんですよ。なので今日は裏モードと絶頂、この2つをとにかく引きたい。でそれを引ければ勝ちという感じの真打ちに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ホットスポットが空いてました。前回ここ出てたんだよね、すんごい危険なんですけどね、中央通路よりの左角の台、はい、でこちらのお店はパチスロ600台オーバーの大型店でございますけれども、番長3が56台だったかな。中央通路を挟んで28台ずつくらいの2ボックスあります。で僕がこの押さえた台は中央通路より左角一番目立つ位置ですね。で前回1ヶ月前の新打ちではこの台リセット 10% 取ってから 80% ループでバーって5000枚出てました、前回ね。でその前は右肩下がりのスランプを描いて空き台になっていたり、でその前は右肩下がりから一気に V 字回復を見せたり、まあ言うてもうかれこれ番長3が設置されてからこのお店4年ぐらいお邪魔させてもらってますけど、かつて角の台が6だったよねっていう話を聞いたことがないんですね、一度も。ただ5だったよねっていう話はよく聞いてるので、ここに座ってしまった以上もう狙いは5でいきたいと。ですんで5の挙動を中心にチェックしていきたいと思います。最初のチャンス目から7ゲーム目、8ゲーム目、チャッピーのラグビーでお願い。やっぱさ、朝の対決は思い入れが深いですよね。勝った時のその広がりたるや、8ゲーム目で放棄、あー惜しい。
気づきました？僕にしては珍しく全部順押しで消化してるんですよ。気づきました？これはちょっと対決種目昇格してないな。バドミントンがいい。あ、あったー。あー、あらら、だからね、あのさ、押し順固定するとなんかさ、自分のせいにできないんだよね。もう今の完全にこいつ悪いじゃん。いや、でもレバー叩いたの俺だから自分のせいにはできんのかっていう感じだから、やっぱりいろんな押し順を駆使して俺は対決に臨みたいって思う。ああ、じゃあ3球ベル。あれだなこれ対決中にベル揃う気しねえや。で、ここでポイント。もう5、6を狙うんだったら絶対的に対決レーンへの移行重視しないとダメです。まあ、逆に順押しだねこれ、流れ的に。ああ、ダメだ。ああ、おいしょ、おいしょ。ああ、これもそう、引いてないやつよ。あの対決最終ゲーム MB からの復活、もうそれも3年ぐらい引いてない。でものすごい大切なあの局面を迎えてるね、この台。今対決連が大事って言ってて、もう7過ぎてたんで、1、2、やば、4。あー、いかね、対決連いかないよこれ。4とか本当やめてほしいんですけど。だよな、4とか本当なんかさ、まあ悪くないんだけど、うーんっていう、その朝から打ち始めて4をさあって、4を気づけちゃった時の悲しみたるやね、割とね。まあ一般のね、バンバカでもなく番長そんなに好きでもなくっていう方であれば、もうやめてもいい、やめてもいい。まあ僕は全然やめないですけど、まだこれで5だったりしたら嫌なんで。これはちょっとつらみだよね、このファーストベルモード以降対決連行かなかった時の悲しみは、おとと3日前に味わったばっかりなんで。はい、17ベルから9ゲーム過ぎたんで、このまま前兆が続くようであれば直特訓ですね、17ベルからの。ああ、直特訓11ゲームが、あと1ゲーム早かったらな、暑かったんだけど。ああ、 MB か、 MB 中はい、そうですね、17。マンチュー大相撲、よし、完璧な猫魂からの下手出し投げ、
完璧ですね。技のデパート。のど輪からのうっちゃり。ちょ、天才じゃね？これ天才でしょ。そして最後の締めはクラッシュ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 。まあ結果奥義でしたね、はい、493ゲーム調子14本、結果ね奥義でしたわ。順押しとかあんま関係ないんじゃないかな。要は気持ちだよね。バンチャーやっぱ気持ちだよね。だましだましベル引いてきたんだけど、遅いっすよね。さあそして7ベル、2回目のベルモード以降今年は透かしました。はい、9ゲーム目ダメっぽいね、はい、お、10、あーでチェリー引いてんだよな。いやーちょっと厳しいな。チェリー対決が4の1 でベルモード以降が、あの頂き当選手のベルモード以降も含めると言いたくないです、言いたくないです。3の0、2の可能性もあるんだよ。であっても4だからこれほど悲しい挙動はない。本当に3ベルモード以降3の0は本当この悲しい。最低だよ。さあ4度目のベルモード行こう。さあ運命の7ベルはエフェクト普通。はい、7ベルから9ゲーム目、これにて対決連以降は4の0、135は 30% 以上、24だけ 25% 以下っていう、このこれはもう黄色、赤に限りなく近い黄色信号になってます。よし、MB チェリー。
はい、2回目の MV チェリーから9ゲーム目。うわー、ここで順押しちゃった。よし、あーダメ。よし、ナイス。おう、逆バサミの押し順が高まってきてるよ。さあ、よし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 、魂のチャンス、よし。まあ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 、よし。さあ、総投資23本、423ゲーム。さあ勝負。おー、ここは勝たねあきまへんな。危ない、やめて。あー、ダメだ。ねえ、ちょっとねえ。災い転じて福となすとはまさにこのこと。保証枚数に余裕で足りてないですね。十分十分。そんな足りないっていうくらい足りてなかったの今。3本の指に入るぐらいダメな番長だな。さあ頼むぞ。よし、さあ5回目のベルモード移行でございます。
でこれで7ベル以内に対決しなかった場合、これはもう 2-4 の偶数設定って判断していいですね。はい、番長3の最適なやめ時の一つになりますね。でここまでいくら使ってるのっていう勝負なんですが、僕が今25,000円、だいたいこんなもんかなと。だきついとやっぱりね、これで4万ぐらいいかれてるケースも少なくないんで、逆にうまく巡り合わせがいいと、これはチェリー対決だね。あ、対決に行っちゃったね。5の1だね。もう勘弁してねえ、勘弁して。もう勘弁して。5の1って一番難しいのよ。次ね、6の1、ダメだよね。6の2だったら、チェリー対決2回いってんだよな。これだ、対決のループしたら一躍今度は奇数の期待が高まるよね。5が 30%、 3が 25% の 2-4 は 12.5% ですからね。おっと、耳寄りですよお母さん。ループしたね、対決連がループしたね。 2-4 は何度も言いますが、この挙動は8分の1でしか起こり得ません。一方の 1-3-5 はだいたい 20% から 30% で起こり得ます。さあ、あなたならどう考える？僕は、あ、これはやめれないと、これは奇数だと。それが仮に1であっても5の可能性がある限りやめれないと、そうなるわけですよ。ガローを打ち始めて620、ガローを打ち始めて4回の全員の625人のうちの1人の挙動、それマジ選ばれしだよね。選ばれし黄金奇数だよね。うん、さあ対決連が3回来ました。さあ 19.1%、 4連続で引いたという彼に聞いてみましょうか。さあ予想設定は、さすがに2って言えねえよな、もう3だよな。いや、一歩指メートルやんけってことは、これはちょっとやめれないっす、もうやめれないっす、もう僕の中で5が確定したまであります、はい、これはもうちょっと5の 30% を2回連続で引いたのか、
だからさ、0.3×0.3 だから 9% だ。だいたい11回に1回の挙動、もしくは3の 23%、 ちょっと便宜上 25% って言いましょうか。だから4分の1を2連続、16分の1、 だから 6.25% 引いたのか。じゃあ仮に1だとして5分の1、 20% なんで25分の1を引いたか、だから 4% で、一方 12.5% が2連続で来る割合っていうのはこれ64分の1ですから、1.38% とか。だから今だから 2% 弱を引いたのか 9% 引いたのかっていう、どっちよ。そりゃもう 9% だよね。もう5だよねこれね。マジか、やってくれたね。ちょっとこんなことしてる場合じゃないよ、早く当てないと、時間ない時間ない。46ベルだね。46ベルから12ゲーム目。ラグビー。いやーダメ。6回目のベルモード以降、本当に5だっていうんだったら6の2にはなっておきたい、うん、うわー7ベルエフェクト普通。はい、対決連行きました。これで対決連以降が6の2ですね。はい、がぜん5ですね。数字は全部5の数字を指し示してます。はい、そうなってくるとな、強制の逆転とか欲しいんだよな。12ゲーム目。よしよし、今特訓中、押し順ベルを6回挟み撃ちする中、8か、ベル、ベル引いて、あーダメいやちょっと待って、これもう4万円使うの4万円使うのはい、1195ゲーム。
し、番長ラグビー、ここはもう 10% だな、 10% を引く。さあどうだ、よし11ゲーム目でもって12ゲームで特訓。よし、いやーセクシーだよー、ナイス。13ゲーム目、16ゲーム、ラグビー、はい、投手が死んで苦しむ49本、1239ゲーム、チャンス目からですね。本当にラグビーの何も引かない時の 10% での逆転というのを引いたかもしれないですね。